皆さん、こんにちは。スクイズ速報です。今期、なかなか出番がもらえず、ファンからも同情の声が集まっている。中日ドラゴンズのダヤン・ビシエド選手、かねてから今期中の退団が噂されており、当チャンネルでも何度か紹介していましたが、ここに来て、退団が確定的になったことが分かりました。ビシエド選手本人も先日、コメントを発表。果たして、今後はどうするつもりなのでしょうか。今回はビシエド選手の退団と去就についてご紹介していきます。中日ドラゴンズの主砲として活躍し、首位打者や最多安打のタイトルも獲得するなどチームを支え続けたビシエド選手、そんなビシエド選手が10日来季の現役続行を熱望し、同時に退団する可能性を示唆しました。今季が来日9年目であり3年契約の最終年でもあるビシエド選手、この日名古屋球場での2軍練習終了後に対応し、もっと試合に出たい、自分の仕事をできる場を与えてくれるところであるならば行きたいと、他球団移籍の可能性も含めて来季のプレーを希望したのです。中日との決別も覚悟しているといい、現状を考えると今年で最後の可能性があるとコメント。今季は打撃不振もあり、開幕を2軍で迎えていましたが、1軍昇格のタイミングは5月16日阪神戦で、15試合1本塁打2打点で6月8日楽天戦を最後に2軍降格しました。ウエスタンリーグでは地方遠征にも帯同し、60試合出場で打率2割9分、6本塁打、25打点と活躍。それでも2度目の1軍昇格はなく、球団から来季に向けた話し合いの場は設けられていないと言います。ビシエド選手はそろそろ違う空気を吸う時期なのかもと話しており、他球団移籍も考えている様子。昨季中に国内フリーエージェント兼の資格条件をクリアし、今季から外国人枠にとらわれない日本人選手扱いとなったビシエド選手、海外でのプレーも選択肢に入れますが、もしチャンスをいただけるのであれば日本でやりたいと NPB での移籍を希望しています。来日9年間で通算958試合出場、1012安打139本塁打549打点、打率2割8分7厘。戦術の通り、18年に首位打者最多安打などの打撃タイトルも手にした実績は10分で、2軍でもこうして結果を残しています。推定3億5000万円という高額年俸が下がれば、興味を示す球団が出てくる可能性はあります。実際獲得に動くべきなのではと言われている球団も存在しており、動く可能性は十分にあると言えるでしょう。特に西武ライオンズは補強ポイントを加味すると絶対に動くべき選手だと言えます。ご存知の通り、今季の西武ライオンズは歴史的弱さを見せつけてしまっており、先日最下位が完全に確定。先発投手は一定数揃っていますが、打線が過去に類を見ないほど悲惨で、12球団ワーストのチーム打率2割8厘290得点の頻打指標上でも悪い意味で見たことがない数字が並んでいます。特に助っ人外国人野手が悲惨で、メジャー通算114本塁打年俸2億1000万円鳴り物入りで獲得した主砲候補アギラー選手は、30試合で打率2割4厘2本塁打10打点で、5月初旬に故障離脱、8月後半に右かかとの手術を行い今季を終了しています。メジャー27発、年俸1億円の左のスラッガーコルデロ選手も NPB 投手の攻めに四苦八苦、23試合で打率1割2分9厘1本塁打4打点24三振と鳴かず飛ばずの惨状となっています。現在チームで一番ホームランを打っているのが、7月10日以降1軍出場がない41歳の中村剛也選手の7本塁打で、長打力が課題に、外国人選手は今オフにリリースされる可能性が高く、その代わりにビシエド選手を獲得するのは大いにありだと言えます。他にもビシエド選手は他球団からすると非常に人気の選手のようで、
5月にはトレードの話が複数出ていたといいます。スポーツ紙デスクは、水面下で各球団のフロントが調査をしています。交流戦を終えて、リーグ戦再開までの間に、トレードが成立する可能性が高いと思います。他球団から人気の選手は中日のビシエドですね。ファームでのパフォーマンスを見る限り、まだまだ一軍で輝ける。パリーグの複数球団がトレードを打診する可能性がありますと語っており、セリーグ球団のスコアラーはビシエドに関しては衰えたという認識がないんですよねと指摘。スイングスピードが遅くなった、直球に差し込まれるなどと言われていますが、もともと直球より変化球を打つのがうまい打者です。長打を求めるから打撃のバランスが崩れているだけで、外野を射抜くライナー性の打球をまだまだ打てます。シーズン途中に新たな助っ人を獲得するにしても、日本の野球で通用するか計算できず未知数な部分が多い。実績十分のビシエドが人気なのは当然と言えます。国内 FA 権の取得条件を満たしていて、日本人扱いで起用できるので、外国人枠を気にしなくて良いことも大きなメリットです。あとは推定年俸3億5000万円と高額なので、条件の部分でどうなるか、まだまだ一軍で通用すると思うし、ファームにいるのはもったいないと話すほど評価が高く、パリーグ球団の打撃コーチもビシエドの魅力は広角に安打を弾き返せること、高めの直球にバットをかぶせて打つ技術も光ります。ホームランバッターではなく、球場の広さに左右されないので安定した成績を残せる選手だと思います。打率2割8分、15本塁打は計算できる。一塁の守備もハンドリングがうまく、内野手は安心して投げられる。12球団の助っ人を見回しても能力の高さはトップクラスです。攻守で十分に戦力になりますよと絶賛。現在の NPB は投手のレベルが上がり、助っ人外国人が来日1年目から活躍できる時代ではなくなっています。その中でビシエド選手は非常に価値のある選手といえ、西武をはじめ多くの球団が獲得に動くと思われます。変わったところではソフトバンクの可能性も浮上しており、実は2021年にソフトバンクはビシエド選手獲得を狙っていた時期がありました。結局ビシエド選手が中日と契約したので話はなくなりましたが、ホークスは今季も外国人野手に悩まされており、今後を加味して獲得に動く可能性は十分にありそうです。このように他球団からも評価が高いビシエド選手、そもそもビシエド選手は立浪監督に干されているため出番を失っている選手と言えます。就任会見時に立浪監督は、強いチームを作る、そして勝つ野球をする、そのためには妥協はしません、皆さんの期待に応えられるよう全力で監督として頑張っていく決意です、どうかよろしくお願いいたします。この時優勝に向けてのキーマンに挙げたのがビシエド選手でした。僕は歴代の助っ人外国人の中で能力はビシエドが一番だと思っている。ところがここでプロが100人いれば100人が間違ってるという打ち方をしている。そう言ってビシエドの打撃フォームを真っ向から否定したのです。その上でこう断言したのです。正しい打ち方を覚えれば軽く40本は打つと思う。イメージしてるのはタイロン・ウッズ。2006年に本塁打と打点の二冠王に輝き、中日のセリーグ優勝に大きく貢献したレジェンド助っ人の名前を引き合いに出したのです。当時のビシエドは33歳で、すでにメジャーで実績を残し、日本球界でも首位打者と最多安打のタイトルを獲得している。バリバリの一流選手。そのビシエドに頭から突っ込むんじゃなくて、ウッズのように重心を後ろに残したまま振れと言い放ったのですから、ファンは唖然とするしかありませんでした。そもそもビシエド選手は中距離打者タイプで、長距離砲のウッズ選手とはフォームが異なるのは当然。結局ビシエドは立浪監督の要求に応えることができず、気がつけば2軍に幽閉される時間を積み重ねるばかりでした。それどころかフォームを崩したことで成績も低下、まさに壊したと言ってもいいでしょう。ですが中日を出て他球団に移籍し、本来のスタイルが許されるようになるのなら、再び輝く可能性はあります。
ファンにとっては寂しい結果となりそうなビシエド選手。果たしてオフにどのような決断を下すのでしょうか。今後の動向に注目ですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。